皆さん休憩の時間終わりです。トイレとか飲み物とかタバコとか大丈夫ですか？大丈夫かな？元気ですか？元気ですか？元気があれば何でもできる。やめなさい。じゃあ気になるじゃん。だってなんかさ、もうさ、なんかかわいいよなんかそこでですか？そこでですか？ありがとうございます。母さん今日は一段とかわいいよちょっとやだー、まあ、かでも母さんはい、ではですね、じゃあ後半の曲、まあ、ここから最後までずっと続けていきますけど、張り切っていきましょう。はい、え、違うんだよ、あの、今ちょっと唾が溜まってたんだよこの後ですね、実はあの私ワイルドアームズという、はい、ゲームがすごく好きで、はい、ワイルドアームズ知ってる人意外といる。漫画は知ってる。漫画あるね、あの花の巣人ですね。はい、大場若子さんが書いてたやつなんですけど、あ、ね、私ね、なんで自分で言うのもなんですけど、結構なワイルドアームズオタクなんですよ。あのタイトルがついたものは割と、なんだろう、結構多分知ってる方だと思うんですけど、うちにあのワイルドアームズ図鑑みたいなのもありますし、図鑑なんかそのマイナーだと。ちょっとやめてくださいよ、そんな褒めないでくださいよ、本当あの本当すごい大好きなんです。で、あの1作目にから、やって1、2、3、4、5やって、で、6がなくて、クロスファイヤーっていうのがあるんですけど、私ちょっとすいません、アルターコード抜かしてた、ごめん、アルターコードやってなかった。あのクロスファイヤーはちなみに、あの私ですね、あのシミュレーション RPG っていうのを、なんかこう駒を動かすような RPG、 戦略ゲーム系のやつがすごい苦手で頭が悪いので、あのすごい嫌いなんです。リセットボタンを押したくなるんです。うん、なのであれはやってないとかは知ってるよ。で、あのでちなみに、あのアニメもやったんですけど、知ってる人います？さすがにセカンドのアニメではないんですよ。キャラクターは出てくるんですよ。あのもうね、ここまで行くとね、本当に好きな人しか多分見てないと思うんですけど、あのワンワウとかでやってたんです。で、あのワイルドアームズトワイライトベノムっていう、あのトワイライトの頭文字が T で、ベノムが V なんで TB、 ワイルドアームズ TB っていうでアニメやってたんですよ。はい、まあ、結構ねシリーズたくさんあるんですけれども、あのその中から私が大好きな曲を5曲ちょっと行かせていただこうかと思って、はい、今日はちょっと後半のこの私の、ある意味とても独りよがりなこのコーナーにも、最後までお付き合いいただければ大変嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ早速1曲目いってみましょう。この曲です。思っているけれど、
場所がある、愛してる人がいる、絶望に落ちないわけはただそれだけ。めぐりつぐ時の中、探してきたものが壊れやすい夢ならば、始まる未来その強さ信じて、誰だって本当は胸の奥に痛みを隠してわかっているけれど、守りたい大切なものあるなら、優しささえ失うのだろう、激しさだけ振りかざして。先日のすごく美しい曲なんですけど、それはちょっと表現しきれないなっていう。はい、そこ私はこのセカンドから入らせていただきました。でもセカンドの曲って実は結構有名というかですね、好きな人が多くて、どんな時でも一人じゃないが来ると思ったでしょう。思ったよね。そんな王道はいかないよね。ファイナルだね。私ね、実はですね、こっちの曲の方が好きなんですよ。セカンドディスク、ファーストディスクとセカンドディスク、こっちは2枚組なんですけど、ワイルドアームズセカンドイグニッションというゲームが。で、1枚目と2枚目で実はオープニングの、アニメーションも曲も違うっていう、すごいですね、作り込みをしてまして、しかもアニメーションがものすごい綺麗なんです。かっこいいんですよ。でそれ自分が好きなですね、セカンドディスクの方のオープニングのレジスタンスラインっていう歌を歌わせていただきまして、この曲をずっと前から歌いたかったんですけど、歌わなかった理由が実はもう一個あって、カラオケのオケがしょぼい。ちょっと軽すぎる。実際原曲の、バックの音とかがすごいかっこいいんですよ。で もしよかったらぜひ原曲をですね聴いていただければ大変嬉しいなと思います。はい、で、はい、2曲目がですね、これから歌う曲なんですけども、アドバンスドサードから、はいね、アドバンスドウィンドが来ると思ったでしょう。来ないよ。エンディングを歌うよ。まあ、そういうわけでですね、サードは、ですね、ゲームのハードをですね、プレイステーションからプレステ2に移して初めての作品なんですけど、なんかすごいテクスチャーがめっちゃかかっているポリゴンで、なんか妙に滑らかだったんですけど、なんかまたそれが結構いい味を出してて、私は結構好きだったんですね。すごい荒野が出てくる、割とそのワイルドアームズの中でも
ウエスタン寄りというか、もともとウエスタンが貴重なんですけども、さらにウエスタン寄りな馬とかも、馬とかも出てくるんです。馬が大好きな私が言いますけど、馬とかも出てくるんです。馬に乗れるんですよ。4色あります。黒、茶色、流星群アビアと、あと白。うん、満足。はい、まあそんな感じでですね、まあ、ちょっとそんなゲームの話とかし始めて長いので、はい、こういうなんかどうしようもないトークも交えつつ、はい、次の曲に行かせていただきたいと思います。次の曲はワイルドアームズのアドバンストサードのエンディング曲、ウィングスです。お願いします。Thank you.
アウトで大丈夫です。ちょっと構想が微妙に長い。この曲はですね、実はですね、数あるワールドアームズの鳴毛美智子さんっていう方がお作りになってるんですけども、すっごいBGM とか曲とか全部含めてすごい好きな作曲家さんなんですが、彼女の作った歌の中でも実は私この曲が一番好きでして、多分すごいマイナーだと思うんですけど、初めてエンディングを迎えてこの曲を聴いた時に、ジーナスってなって、ジーナスってキャラクターの名前です。しかも主人公じゃないです、全然。途中で死んじゃうんですけど、大好きでして、はい、すいません、本当にすいません。カモセイヌとかって呼ばれてたキャラクターなんですけど、でもね、本当すごい好きでした。サードは実はですね、ちょっと個人的なエピソードなんですけど、私昔ヘルニアをやって、ちょっと体を壊してしまいまして、自宅療養を余儀なくされてた地域があって、実はその時になんかやってないとちょっとなんか腐ってしまうと思ってやり始めたゲームがゲームがバイナムズサードアドバンスサードなんですけど、おかげで自分のその何ていうんですかね、なんか心のこう平和をというか健康を保つことができまして、何もしないで寝てるだけだったら安静にしてなきゃいけないんですよ。安静って何もするなってことなんです、正確に言うと。何もしないで働いてもダメだし、もちろんで動いててもだし、安静って寝てろってことなんですよ、無理と思って。ではい、そんな中ですね、こうやりながら、こうなんかこうなんて言うんでしょうね、その当時 そのゲームのチャットとか行って、なんかこう その中の人とかと遊びながら、こんな恥ずかしい思い出をちょっと語っているわけですが、非常にいいゲームです。外国版もなんか出てるらしいですね。そっちはまだ、やったことはないんですけども、読めないんで英語が、もしよかったらちょっとちらっとね、電化版もあるんでやってみてもいいんじゃないかなって、暇な時にとかね思います。はい、でですね、語り出すと止まらないワイルドアームズ愛みたいな感じなんですけど、次に歌う曲が、フォースデトネイターって4作目のワイルドアームズで、ハードはプレイステーション2なんですが、これがですね、今までのゲームと違って、フィールドがなかったんです。要するにドラクエとかで町から町に移動するため のワールドマップ、ワールド的なものがなかったんですよ。一つのダンジョンが終わったらそこに、行くまでの道のり、なんかどう自動で次の町が出ちゃうみたいな、ちょっとなんか新しい感じだったんですけど、実はすごい私結構人気なくて叩かれたりとかしてたんですけど、すごい好きで、でこれはさすがにウィングスと並んで神だなと思ってるんで、オープニング曲をちょっと歌わせていただこうかなと思うんですけど、はい、空を見上げる君がいるから、よろしくお願いします。どんな場所でも自分の強さを信じることは簡単じゃないね。だから積み重ねてきた勇気を見上げた空に掲げて、
思った方も多いかもしれないんですけど、このフォースデトネイターをですね、あの なんていうのかな、こう大きいちょっと、まあ、話の中で大きい事件があって、実はそれにあの、まあ、ぶっちゃけた話、原子炉みたいなのが関わってるんです。で、なんかまあ、ね、2年前にあったじゃないですか、大きい事件が、事件というか大きいその震災があって、で結局そのなんだろうな、今も福島はまだそういう原子炉のね恐怖にこう怯えたままで、ね、あるわけで、あれがあった時にこの曲とそのフォースデトネイターをすごい思い出して、はぁーってなって、これはいつか絶対歌いたいと思ってて、で出てくるキャラクターがあの主人公4人なんですけど、みんな子供なんですよ、10代なんです。でそういうところもなんだろうな、すごくこう胸を切なくさせるというか、すごいいい話だったんです。たとえ叩かれていてもすごいいい話だったんです。私はフォースはすごい実は大好きなので、いまだにあの持ってます。普通にあのもちろんスタートもセカンドも持ってるんですけど、ね、なんかこうよかったらっていうか、なんかあのステマみたいですけど全然違いますからね好きなだけです。なるけさんのアルバム、あのなるけさんというかなるけみちこさんの曲を、フォースまでメインで歌ってるのが麻生かおりさんっていう、あの声優さんと俳優さんをこう両方やってる、ね、歌も歌ってる方なんですけど、有名なところで言うとあのアラジンっていうディズニーの映画のジャスミンの役をやってらっしゃる方なんですね。すごいいい声で、あのすごい大好きなんです。でもしよかったらこう、ね、買えとは言いません、レンタルでもいいんで、なんかこう借りてちょっと聞いてみてもいいんじゃないみたいな感じのことをとても思っております。あの布教活動みたいなものですはい、違う、すごい曲が好きなだけだあのだって実際これから歌う曲のゲームはやっていないやっていないははそういうわけでですね、次の曲はあの私実はこの作曲家さんもすごい好きなんですけど、あの水木奈々さんとかの曲をメインに作ってるあの揚松さんっていう、はい、エレメンツガーデン の、あのリーダーさんですね、をやってらっしゃる方の曲なんですけども、偶然にも今日ですね、あのその私がこれから歌う本気の嘘っていう曲なんですけど、この曲を歌ってらっしゃる小田香織さんのイベントがあの横浜でアルバムの発売イベントがあったらしくてですね、あ、奇遇と思ってて、ちょっとなんかちょっと運命めいたものを感じるわけです。はい、そんなわけで歌わせていただきます。本気の嘘です。あなたとつなぐこの手がほどけるときが来ても戸惑う指先で明日を探し出すから、
さんの曲はこれができるからいいですねちょっとね、間をね、温めることができまして、はい、はい、でですね、次がワイルドアンモズ、私が選んだ曲の最後になります。それな、ありがとうございます。ちょっと割とね、ね、素直に、そこのお父さんをちょっとお付き合いっぽい感じになれたけどね素直に、結構嬉しいです、ありがとうございます。ちょっと待ってね、母さん喉大事にしないとね。そうね、母さんガラスの喉なんだよね。弱いんですよ。そうなの？そうそうそう。そんな、そうなの。ってなんですか。はい、ですね、最後の曲は、私が実は大好きな、実は結構大好きなワイルドアームズ、トワイライトベノムの曲を。最終回に使われたエンディング曲をちょっと歌わせていただきたいなと思っています。はい、で、この曲はちょっと戻って麻生かおりさんが歌ってる曲になるんですけども、実はトワイライトベノムというかですね、一つ言いたいことがありまして、トワイライトベノムを見た私だからきっと言えることなんですけど、千機絶唱シンフォギア、皆さん多分知ってる人結構いると思うんですけど、あれ作ってる人一緒なんですよ。金子さんのプロデューサーさん一緒なんです。ワイルドアームズシリーズを作った方なんですよね。で、あげまつさんとその金子さんが2人で作った新規絶唱シンフォギア、その展開を見てまたかとあ、それワイルドアームズ TV でやったじゃんお前っていうね展開お前それ最後の展開お前見たことある見たことあるって私すごい実は思ってて、またかと。シンフォギア見た方ならわかると思うんですけど、あ、でもなんかまたかって言いながら、うん、金子節やなと思って、ちょっとね、見たわけですよ。はい、そんなわけでですね、最後の曲は本当に静かなちょっとバラードなんで、ちょっと寝ちゃう人もいると思うんですけど、はい、聴いていただければ嬉しいです。コンティニューで。目覚めたら私を見つけてと、先に眠ったあなたに口づけをした。夢の中あなたのだけを思い続けて、時が過ぎるのを待つな。果てしない争いの中、引き裂かれる空目の淵でめぐり逢いましょう。この愛の続き
私たちだけ優しく受け入れている。諦めて漂うように生き続けてゆくのなら、歩き出せ私の命、たとえ明日が闇の中でも、終了となります。皆様ご清聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。少しでもですね、好きになった曲があれば嬉しいなって本当に心から思ってます。ありがとうございます。はい、さてではですね、次最後の曲に最後の曲になります。早いだろ、はははあ、だってもうやりたかったからワイルドアームズのコーナーに全部費やしたんだもん。ですね、ここに行って皆様に一応ちょっとお知らせしたいことがありましてですね、パイライブですね、今回9回目です。で、次10回目です。で、10回目がファイナルです。はい。はい。ファイナルです。です。ファイナルです。まあ、
次10回目、ね、もうファイナルはやるってやっていいんですかじゃなくてファイナルはやるって決めてるからちょっとね、ファイナル、はい、ファイナルです。まあ、2桁のお題になりますし、10回って区切りもいいとこでちょっと1回ね、一度対 120% ライブというものを一度締めさせていただこうかなとちょっと思っておりまして、いや本当本当本当です、本当です。何パーセントに変わるんですか。大丈夫、そっち。まだちょっと、ね、本当にね、次 の, ファイナル以降の予定は全然何も決まってないです。なんで次回がファイナルなので、今回しか好きなことできなかった。なかったっていう、こうなんかこう好きなことできなかったって言ったら、今まで歌ってきた曲みんな好きなんですけど、わがままを言えたのは多分今回限りだと多分思うかな。こうなってね、みんな誰も知らないような曲とかね、歌ってちょめっちゃ自己満をつみたいなね感じなのもやらせていただいて、今回のライブすごく私実はとても満足っていうか、すごい気持ちいいっていうか、そこのヒロシの猫耳が気になるっていうか今気づいたよ、いつからつけてたのそれ、ずっとずっと似合うね、うん、はい、あ、そんな感じでですね、で、なので一応一区切りっていうことで90なんです。で、次に歌う曲ゼロっていう曲なんですけど、すごい好きな曲なんですけど、またこれもマイナーなんだよ多分。アクエリオンエボルの挿入歌なんですよ。挿入歌な、すごいいい曲なんですけど挿入歌なんです。なんで、でもこれもちょっとぜひ聴いていただきたいなと思って歌わせていただきます。そしてその前にラストオーダーですが、皆様ドリンクの方は大丈夫でしょうか。もういいんじゃない？いいか、もういいか。ありました。じゃあサクッと最後の曲を行かせていただきたいと思います。じゃあ聴いてください。ゼロ。風車のように
ライブは終了となります。ライブのラストに入れる曲はさあ、この時期になんかいいなと思った曲をちょっと選んでみました。皆さんも知ってる人いたらなんかこう一緒にこう歌っていただければ嬉しいなと思います。さよならメモリーズ。別れを
最近の桜色よね。嬉しいです、ありがとうございます。はい、これでですね、本当の本当にパイライブ、90は終了となります。その前に、ひかるくんとあみちゃん、あとゆうやちゃん、もう一回ステージにお願いします。入る準備済んでるよ。入る準備済んでるよ。大丈夫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 、なんか歌えとか言わないから大丈夫。来た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 、うちの子が来ました。いっぱいいるな。うちの子のマイクも、うちの子のマイクもください。あ、ここにある、ここにある。回して回して。あ、多分持って帰ってますね。え、どじっこだから、どじっこだから。すごい若くて可愛らしいですね。ね、可愛いね。お前が一番若いよ。かわいいよ。かわいいよ。かわいいよ。やばい宗教みたいになってますね。おのおのなんかファンがつき始めましたね。さあ、改めまして今日ゲストに出てくれたゆうやちゃん、ひかるくん、はい、ありがとうございます。今月、まだ残りですね、22日、24日とあと31日、3本ライブが入っておりまして、はい、ありがとうございます。もう皆さんのおかげで、はい、いろんなライブ出させていただいてるんですけれども、22日がですね、ちょっとここから遠いかもしれないんですけれども、エコダにある、アイミックセンターというライブハウスで、遠いじゃねえんだ。すいません、すいません、すいません、徳さん、すいません、はい、違う店か。もちろん、ドニア坂カフェさんにも購入するものですね、遊びに来いかなと思ってるんですけれども、はい、22日なんか、夕方ぐらいですかね、金曜日なんで、ライブに出させていただくことになっておりまして、でその2日後の24日ですね、東中野にある、ライブハウスミュージックショーのイエスさんで、アニフェスというイベントに、なんかユニットで出ることになっておりまして、はい、その日は男2人でネギマ特集といって4曲ですね、歌わせていただくことになっておりますので、そして、今月3月31日、月末なんですけれども、ちょっとだいぶ遠いところになりまして、名古屋は、そうなんです、すいません、名古屋は、クラブサルーというなんか、ライブハウスさんでですね、セイントセイヤのオープニング、ペガサスファンタジーでおなじみの、メイクアップのぶさんと同じイベントに出させていただくことに、はい、なっておりまして、ありがとうございます。ぜひどれか一本でもなんか行けそうだったら行くよ、ね、お声かけていただけたら、嬉しいなと思いますんで。ヒカル君はブログはやってんのかな、はい、ツイッター、ミクシーとあと一応アメブロをやっておりますので、本日出演させていただいております名前の方がですね、派手に方角の方にカタカナで、ヒカルと書いて、これ博多ヒカルと言うんですけれども、この文字検索したら、していただけますと何かしら出てくるんではないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、あとヒカルくんですね、はい、よろしければ道玄坂カフェのコミュニティにちょっと入っていただいて、はい、私のそのライブのトピックの方にですね、はい、自分のライブイベントの書き込みとかをしていただければ皆さん飛びやすいかなと思いますね。さすが母さん、さすが母さん。ありがとうございます。ママ、ありがとうございます。ママ、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 はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ありがとうございます。ゆうちゃんは大丈夫ですか。はい、アミリン大丈夫ですか。14歳なので告知はありません。ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばせ、あいつ。わかんない、ちょっと黙って。腹立つ。はい、私も特にないです。あ、すみません、浜松町で OL をやっていますパイと言います、よろしくお願いします。間ぐらいに会社があるの、ちょっと遠いの。
きつけのお店だもんな、ここな。え、行きつけのみ、行きつけの店？ここ行きつけ道玄坂カフェと言います。今か。皆さんよろしくお願いします。すごくいい箱です。あのレンタルスペースをしてます道玄坂カフェと言います。大事なことだから2回言いました。そう、大事なことだから2回言った。はい、なんですね。じゃあ皆さん、あの特に私も告知はないんですけど、あのすいません、あのエグゼクティブアミトレエグゼクティブプロデューサーの、あの池さとさんからは何かございませんでしょうか。ないですか。聞きたい。じゃあ、あのダムトムライブの話とかよろしかったらどうぞ。聞きたい。なんか私のライブで告知するほどのことじゃないんだって。あーそう。偉くなったもんだね。日にちだけ教えてください。はい、皆さん5月25日、あちらにおわす、あの、池さとしさんというですね、アニトレというあのアニソンライブのエグゼクティブプロデューサーをしていらっしゃる方がですね、あの5月25日にあのダムトモライブというものをやるそうなので、どこでここじゃないですか。もしかして東中野さんですか。東中野イエさんというところですね、という話なので、皆さんよかったらちょっと興味がある方は話を聞いてみた方がいいと思います。私も一回出たことあります。はい、ありがとうございます。あのトキさん、ね、とりあえず次の予定は立てなくていいですか。おお、あのつゆきさんと今日、そうやね、あのつゆきさんと今日相談して決めます。はい、というわけでダムトム、120% ライブ90はこれで終了になります。皆様本当に今日はありがとうございました。あのお手元のコップなどですね、あのカウンターの方に戻していただきまして、お忘れ物がないように、はい、お願いいたします。はい、まあまあね、仕事するよ。